ノリヤキさん似すぎでしょ。クトゥーザフューチャー飛ばしまくってたら脳みそが危険信号出してこのリムジンパクラン、はい、すいません警察です。どうも静岡県から来ました。あちょっと やめてください。暴力反対。それ反対車線ですよ。あーすいません。あここ日本じゃないですか。あどうも。じゃあ出てきてもらおうか。そうね、中にねスタッフさんいたから、さっきは教えてくれた。マジ？いるかな今も。お邪魔しまーす。これ誰？ノリヤキさんにしか見えない。まあ多分私らでも教えられると思うけど。どうなんだろうね。ノリヤキさん似すぎよ。ノリヤキさん腕復活してる。あれた腕肩治ったんだよ。ノリヤキさん見て、俺メカニックやるからドミニクみたいな顔にしたんだ。本当だ。そうだからドムっぽいの。そうめっちゃドムっぽいしこれ。めっちゃドムだよ。頑張って作ったが これが限界だった。俺の中で私もワイスピの人にすればよかった。いや、まあ、もうメカニックならもうワイスピっしょ絶対。すげえ、何これ86やん。86 86ではないけどめっちゃ速そう。めっちゃいろいろ変えてる。バカ速そう。まあ、速度はまだいじってないけど。すげー、はい、速度なんか出しすぎるとストレス値がなんか左下の脳みそマークがちょっと溜まってっちゃうG がかかって頭おかしくなるの乗ってるやつが、うん、バックトゥーザフューチャー飛ばしまくってたら脳みそが危険信号出してる。危なかったんだけど。あそうなんだ、そんなのあるんだ。車の直し方は分かった。え全部教えてもらったっすよ。えぐ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 。まあまあいいか、俺たちが直すのほぼただみたいなもんだし。俺らが牛耳って見せるこの世界の車を。えなんかちょっと1個パクりてえな車。じゃあパクるっていうか、あ車の無料の車の出し方を教えてもらった。あ教え、え このリムジンパクらん。え？いや知らない。俺はいらないけど乗ってけばいい。これちょっと俺はこの車あるから。これ NPC でしょこれ。いらない。これ NPC でしょこれ。ちょっと、うん、すいません警察です。ピッピッピー。どうも静岡県から来ました。あちょっと やめてください。暴力反対。暴力反対。ゴゴ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 。片棒担がされてる。俺まで犯罪したみたいになってるよ俺。あそれでこそファミリーだ。あ、て待って燃料が、あ、まあ、いいか。これちょっと車内で危ないもの吸ってない？これなんか匂うよ。違う逆に。あちょっと待って、ノリヤキさん待って。あった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 。あったあった人がいね今度は。ちょっとこれ乗って帰るこれ。頑張ってね。よし、ありがとうノリヤキさん、またね。うん、またね。これ相手にはさ。これ盗難車ってわかんの？これってもう一回こう、どこだっけ？わかんのかな？ちょ、なんだその車。ドゥン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 、うん、それ反対車線ですよ。ああすいません、あここ日本じゃないですか。あすいません。あどうも。ちょ、出てきてもらおうか。これどうやって降りるんだ。これどうもどうもこんにちは、ドミニカです。あの凶悪犯罪が多いんでちょっと一旦停止。ちょっとあの、はい、あのすいませんすいません、あのまだ何もしてないんですけど僕。今これ逆走してたね君。いやあの知らこの町に来て初めてなんでこの町のルールは知らない。すまないか、俺のファミリーは知らないか。ちょっとよくわかんないんで、あの道路交通法違反で切符切ってきますね。あのこの町に俺の弟がいるはずなんだが知らないか。ちょっと分かりませんね。すまない、あのこの世界では切符切るために手錠させられるんですか。はい、じゃあ請求書送ったんで支払っといてください。こ押し売りじゃないか、ただのこれ F7 です。いくらなんだ。交通違反守ってくださいね。ちょっと待って、いくらなんだこれ。どうやって見るんだ。おーいもうちょ1、10、100、1000万、10万ふざけんな。おい10万安い方、10万安い方ですからね。10万安い方なんすかこの世界で。一番安い罪ですよ。反対車線、本当だ反対車線だ。俺走ってたの右車線ですからね。ちょっと待って、余裕で歩道乗ってるけど。おまわりさん歩道。いや、まあ、緊急車両なんでこっちは。ああ何でも正体だな警察。これ気をつけてください。これあの払わないとどうなるんですかこれ。あの3日後勝手に払われます。あもう意思なくドミニ関係ないです。8000もう請求されたら終わりです。で今払ってください。おいこの町とは絶対俺がこ早めに払うか後から払うかでちょっと僕の心象が変わります。くっ絶対わかった。10万ドルだな。わかった
払っとく。ちょっと待ってくれ、これどっちの車線だ。右車線だ。右だよ。わかりました。おい、警察が一番悪だぞこの世界。普段何やられてるんですか？普段はよく盗難車を改造してます。あ、ちょっと待ってください、なんか電話来ました。これどうやって取るんだこれ。これどうやって取るんだこれ。へい、もし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 、んだおめえ、お前つけてほしいんです。ああ、はい、なんでしょうか。横転しちゃったのって、はいはい、メカニックでいいのかな。ああ、私はこの町で一番腕の利くメカニックだが。7279に来てください。7279、了解、今向かいます。はい、車は動かさないでそのままにしといてください。はい、はい、7279、了解。お仕事が入ったぞ。おい、おまた待たせたな。お待たせ。どうもドミニクです。ドミニクトレット。どうもドミニクトレットです。めっちゃドムだ。すげえ。どうしたんだ今日は。これ。ああ、これはひでえな。起こしてもらえるか。わかった。ちょっとどいててくれ。危ないよお嬢ちゃんたち。ちょっと手荒な方法で行くからね。どんな運転をしたらこんななるんだ、こんなに。交通量のないところで。あら、これちょっと待ってね、おじちゃんが今見てあげるから車。ちょっと待ってね。なるほどなるほど。ね、おじちゃん、車さ、なるほど。見始めるし。なるほどなるほど。ああ。ちゃんと起こす方法ってないんですか。ああ、レッカー車が本当はあるんだけどね、それだと半日かかっちゃうけど、それだったら時間ないからね。やっぱりこういうのでいい。壊しても俺が直せるからね。エンジンとボディが破損しちゃってるね、これ。すぐに直さないとこれ爆発しちゃうよ、この車。いや、ちょっとそれを。まあ、今の俺だったら直せるけど、やはりこちらも商売。君たち、お金は持ってるのかい。持ってるよ。持ってるか。それじゃあ、いろいろ込みで、そうだね、10万ドルだね、これ。10万ドル？え、いろいろ込みって何込み？全部直して、全部直すの込みで。いいじゃん。ちなみに、おじさん、この世界に来た瞬間、警察から10万よこせって言われて、今、マイナス10万円なんだよ。さがらみやん。あー、そうなんだ。君たちも警察だよね。結構この世界の警察すごいことしてるから、ちょっとおじさん警察にはちょっと嫌いだよ警察。でも結構全然我々警察としての仕事はしてないんですよ。優しい方だと思うけどね。まあじゃあ一旦修理してみてからにしてみるか。じゃあちょっと修理しようか。じゃあどうやってやるんだっけ。ちなみに何したんですか。道路を走ってました。それだけ。道路を走ってたらテザー銃で感電させられて手錠をつけられて10万ドル払えって言われて今ここにいます。ひどい話だよな。それもちょっとひどい話かもしれないね。そうだよな。河川さんですか。いや、SHAKA っていう極悪非道の人間がいたんだけどな。そう先輩か。よかった。危ないよ。しかもさ、最初からちょっと傷ついてたら。あ、お嬢さんたち、これいいことしてるよね、私たち。これ結構荒く使ってるね、これ。いや、まさしく。これもすごいよ、もう。元からかも。ガタが来てるよ、これガタが。オッケー、じゃあこれで全部綺麗になったかな。またこういう可愛い車とかだったら、ドミニクおじちゃん作れるから。いつでも言って。これですか。マジ？車さえあれば、いろいろいじれるから。これっていくらぐらいなの、これ。こういうの。これ50万円ぐらいしたね。そうなんだ。そうなんだ。値段言った後に思いっきり上に乗るのやめてもらえる？そうそう。一応俺の車だからね。ごめんね。どたね。ありがとうね。ちなみにどうやって事故ったん？こんな何もないところで。上の橋から落ちた。お前で何やってんの？危ねえな、ここの警察本当に。信用者ならねえわ。
はい、ま、ありがとう。あ、ちょっと運転が荒すぎて、ちょっとと取れちゃった。これもういらねえか、こんなもん。これ何？いらねえ部分。パンの耳と一緒。あ、大丈夫。うん、そうね。うん、はい、電話一本で行くよー。